明日4年ぶりに開かれる琵琶湖大花火大会。先月、地元の自治連合会から開催反対の決議文が提出されたことについて、三日月知事は今日の定例会見で真摯に受け止めなければならないと話しました。明日夜7時半ごろから大津港沖で打ち上げが予定されている琵琶湖大花火大会は今年4年ぶりの開催となります。会場周辺では今日大会の準備が進められていました。今年の琵琶湖大花火大会については地元の自治連合会から実行委員会宛に開催反対の決議文が先月提出されました。決議文にはゴミや騒音などの問題のほか、今回有料観覧席の増設による高さおよそ4メートルのフェンスが設置され視界が妨げられるなどが挙げられています。この問題について三日月知事は、有料観覧席の持ち方、またそことそうじゃないところと隔てる構造物の作り方などなどで、近隣住民の皆様方とのコミュニケーション説明も含めて図ってきたつもりですけれども、結果的にまだなお残る懸念をお示しいただくという、そういう状況になっているということは私たちも真摯に受け止めなければならないと思います。まずは今年の大会を無事安全に実行すると同時に、そういった住民の皆様方からのご指摘事項について結果がどうだったのか、また皆さんと振り返ってですね、顧みて来年度以降の大会のありようを議論検討していきたいというふうに思います。日本維新の会は次の衆議院議員選挙滋賀3区に元法務省職員で新人の出地慎吾さんを擁立することを決めました。次の衆議院議員選挙滋賀3区に日本維新の会公認で出馬を表明したのは出地慎吾さん40歳です。出地さんは草津市出身、森山高校立教大学を卒業後、衆議院議員の秘書を経て先月末まで法務省に勤務していました。今回公募で選ばれたということです。日本維新の会は是々非々の対応を行っており、いいものは良い、悪いものは悪いと、そういったスタンスで対応している点に魅力を感じ、国会のシステムの改革ですとか政治の改革に力を注いでいきたいと考えた次第でこの度応募させていただきました。また出地さんは滋賀に帰省するたび車社会であることを痛感するとし、滋賀県は長寿県であるからこそ高齢者の交通手段の問題など考えていきたいとしました。なお日本維新の会は滋賀1区と2区にも候補者を擁立する方針としています。次の衆議院議員選挙滋賀3区には現職で自民党の竹村信秀さん51歳も立候補を予定しています。滋賀の恵まれた自然や生き物を大切にする心を育んでもらおうと、森山市で今日トンボの観察会が行われました。今日森山市にある琵琶湖地球市民の森ではトンボの観察会が行われ、夏休み中の小学生10人が参加しました。このイベントはさまざまな生き物の保全を目的に県内に事業所を置く企業が連携して取り組む生物多様性琵琶湖ネットワークの協力で行われました。滋賀県は山や琵琶湖など多彩な自然があることから、これまでにおよそ100種類のトンボが確認されたトンボ王国と言われています。子どもたちはトンボにそっと近づいたり、時には勢いよく走って捕まえて種類や性別を興味深く見分けていました。今日は塩辛トンボやウチワヤンマ、ハグロトンボなど6種類およそ50匹が採集されました。
入れるぐらい自分の子供の頃はこんなトンボがいたなとかこんな自然があったなっていう思いが少しでもあれば、まあ、大人になった時に地元の自然をまたねちょっとでも守りたいなと思ったりとか自分の子供とか孫とかに、まあ、こういう体験とか経験知識を伝えていってもらったらなと思って夏休みの子どもたちを対象に医師や看護師などの仕事体験ができる催しが湖南市のクリニックで開かれました。湖南市の整形外科小山クリニックで先月実施されたこの催しには市内を中心に児童や園児およそ20人が参加しました。参加した児童らは診断に用いられるMRI 機器の性能を学んだり、電気メスで鶏肉を切る模擬手術体験など、普段はできない医療の現場を体験したほか、治療の後に欠かせないリハビリや、さらにはクリニックの受付など、医師を中心とした医療に関わるさまざまな役割をそれぞれ学びました。催しはクリニックの小山院長が以前開業していた長崎でも実施していたもので、今年5月に移転した湖南市でも多くの子どもたちに楽しく学んでほしいと開催したものです。参加した子どもたちからはまた参加したいなどの感想があったということで、クリニックでは今後も夏休みや春休みに合わせて催しを実施したいとしています。